今日も特に話すことがないので、Yahoo ニュースのトピックを見ていきたいと思います。脱毛サロン、倒産ドミノの背景。脱毛サロン倒産していってるんですかね。なんか、一時芸人さんのラジオとか聞いてると、まあ、脱毛、全身脱毛したぞみたいな話がこういろいろ聞かれたんですけど、まあその頃というのか、まあ夏場とか、こう、短パンのおっさんとかの足とか見ていると結構ツルツルの人はいたんですよね。なんで脱毛すんねやろうと。その、まあ海外の人とか結構脱毛してるとかよく言うんですけど、なんかそういうその流行りというのか、まあそういうのに乗っかってというのか脱毛サロンがいっぱいできたんだと思うんですけど、やっぱりめんどくさいと思うんですよね。脱毛って言っても、やっぱり永久に脱毛できるものなのかどうかっていうのか、それが永久脱毛じゃなかった場合っていうんですかね、ちょっとずつ生えてきたりしたらなんか、剃ったりするのもめんどくさいっていうのか、ただ、びっくりしたっていうのか、最近の若い人、高校生とかってなんか化粧してる子いるんですよね、男の子で。それがすごいなと。すごい時代になってきたなと、ちょっと思うところなんですけど。次。有吉と藤井フミヤ、紅白で名曲歌う。まあ、有吉と藤井フミヤとなってくると、白い雲のようにだと思うんですけど、それ聞きたいかなと、なってるのか。藤井フミヤなんか今の若い人って多分、知らん、まあ、今の若い人は、紅白なんか見ないと思うんですけど。次。タケノコを、農家は相当な覚悟が必要。どういうことですかね。タケノコを、タケノコで財を成した人いるんですかね。タケノコって栽培できるんですかね。なんか、竹僕なんかに、こう、天然物を取りに行くイメージなんですけど、どうなんでしょうか。次。明石家さんま年末年始の存在感。もうさんまさんはいっちゃうのと、こう、なんというのか、まあ未だにテレビで第一線で活躍してるんだみたいな、そういうのを続けてるんですけど、なんか、さんまさんがいることによって周りの芸人がさんまさんをよいしょしまくってるみたいな、あの構図をこう見るのが、すごくなんか嫌な感じがするんですよね。なんか僕はお笑いの番組めっちゃ好きなんですけど、さんまさんが出てる番組はほぼ見ないというのか、その、よいしょが過ぎるんですよね。多分さんまさん自体はそんなよいしょせよみたいな雰囲気は出さないように してるんだと思うんですけど、もう無理なんですよね、そんな。ここまでその経験の差があるというのか、実績の差がついてしまってると若手の芸人とというのか、恐縮せざるを得ないっていうんですかね。なんかあの空気があんまし好きじゃないんですよね。対してさんまさん面白くないことを言ってるのに、まあ、周りの芸人がそれですごく笑ったりとか。あれ良くないと思うんですけどね。次。スザンヌ、頭の良さ、変わんない。どういうことですかね。スザンヌって、どっちかって言ったらおバカ芸人でこう出てきてたような気がするんですけど、頭良かったんですかね。まあある程度頭良くないとテレビで生き残っていくっていうのは難しいというのか、キャラっていうんですかね。おバカ芸人キャラをこう演じるにも頭が良くないとダメだとは思うんですけど、ニュースのトピックだけでは中身が全然わからないので、なんのこっちゃっていうところなんですけど。次。大雪。石川県で176世帯が孤立状態。これ毎年車がその雪で立ち往生したりとかってあるんですけど、これ電気自動車ってやばいらしいんですよね。エンジンの車の場合はやっぱりエンジンをこう回すことでこうあったかくしたりできるんですけど、電気自動車の場合はこう気温がこう低ければ低いほどバッテリーの性能が下がるっていう、まあそういう話があって、まあその辺の性能がどうなっていく、まあ今後はこう寒冷地用のバッテリーとか出てくると思うんですけど、今のところその0度より下がるとバッテリーの性能が 40% ぐらい下がるみたいな話もあるので、
そんな状態で立ち往生とかしたらめちゃくちゃ怖いですよね。どうすんのかなと。次。宅配時間遅れで苦情に賛否。実情は。これ結構その最近はそのまあ佐川でも大和でもなんか登録したら LINE をこう LINE で知らせてくれるようになってるんですよね。あれ明日届けますよとこう時間が変えるんやったら今のうち変えてくれみたいな、なんかそういう LINE が来るようになったので、あれ便利なんですよね。あれでちゃんとそのやり取りをしておけば、まあ宅配業者の人もこう来て誰もいい日みたいな腹が立つようなことはこう防げるんじゃなかろうかと。まあただその LINE の返事とかその登録とかもめんどくさがってしない人が大半なのかなっていうところなんですけど。次。飲酒後なぜ臭い？口臭対策は酒臭いっていうことですかね。もうしょうがないですよね。こうアルコールのこう匂いというか、特に日本酒飲むとこう臭いですよね。次、ガザ北部、制圧間近イスラエル。このニュースも最初は大騒ぎしていて、第三次世界大戦が繋がるぞとかなんかそういうような話が SNS 上ではいっぱい出ていたんですけど、どうなったのか。なんか無責任なこと言う人はかなり多いんですよね。もうこの辺のニュースにもその、なんていうのか、こう、気持ちが散ってるというのか、日々いろんなニュースが出てくるので、どんどん忘れ去られてしまうというのか。次、バンクシー新作公開、すぐ盗まれる。まあ、バンクシーはちょいちょい新作公開してるんですけど、これ盗まれるっていうのももしかしたら自作自演の可能性ありますね。なんかバンクシーに関してはこう話題がこう起きてくれてるというのか、こう炎上案件みたいなのが常に起こしていかないといけないみたいな。なんかそういうようなその表現のスタイルなので、なかなかこう大変やろうなと。しかも正体がバレてはいけないというのか、まあ正体バレてるんだと思うんですけど、その辺が茶番臭いんですよね。警察がガチで取り締まる気になれば、バンクシー捕まえれると思うんですよね。まあその辺がその、捕まえないっていうことを生きとするのか、法律を守ってないやつをちゃんと捕まえないと、こう社会がどうなるのかって考えるのか、その辺があれなんですけど、なぜかこう落書きが禁止なのに東京の知事ですよね。あの人がバンクシーの作品を喜んでましたけど。どうなんですかね、ああいうの。次、ビッグモーターの深い闇。新社長に密着。まあビッグモーターはこう、ものすごい叩かれてたんですけど、このビッグモーターのニュースももはやこう、下火になっているというのか、多くの人は忘れているっていうんですかね。なので、またビッグモーターで車買う人がこう増えて、ちょいちょい増え出すのかなと。まあもう2、3年もしたらもうほとんど忘れてしまうようななんか気がするというのか、まあそういうことがこう繰り返されていくのかなと。いうところで今日は喋ることがなかったので、ニュースのトピックというのか見出しだけを見てこういろいろ喋ってみるというコーナーでした。芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。